なくては。そして全てやり直すんだ。そう？最初からな。ねえマリサ、なんか朝起きたらこの金のリンゴが枕元に置いてあったんだけど、これなんなの？さあ、でもこの前ニュースでやってた伝説のリンゴが盗まれたってやつに似てないか？言われてみればそうかもしれない。てかなんでそんなものが私の枕元に置いてあったの？もしかして盗んだ犯人ってマリサなの？いやいや私はそんなのしてないわ。でもなんでこんなものが置いてあるんだろう？あれじゃないか？サンタの苦労するおっさんが置いていったんじゃないか？サンタの苦労するおっさんって何？別名サンタクロースさんっていうみたいだけどな。別名の方が聞き馴染みあるんだけど、でもサンタさんにこんなものが欲しいなんて願ってないよ。私はダイヤの方が欲しいもん。てかこれが盗まれたやつだったらここにあるのはまずくないか？そうじゃん、どうするの？食べて証拠を消す？その方がまずいだろ。でももしこのことが警察にバレたらヤバいんじゃない？その時はしっかりと罪を償ってくるんだな。ちょっとマリサも一緒に償ってよ。てか償う必要ないじゃん。別に私は何もしてないんだしさ。まあそれもそうだよな。普通にそれを警察に届けに行けばいいんじゃないか？それが一番いいかもね。それにしても迷惑すぎるいたずらだよね。私たちを犯罪者にしようとするなんて許せないよな。犯人を見つけたら懲らしめてやる。ってことで早速警察に届けにでも行くか。そうしましょうか。マリサ早く行くよ。あ、今行く。ってなんだこいつ。なんだ？何があったんだ？いやなんか変な奴が部屋の前にいるんだよ。なんだこいつ？なんか変な奴が変なものを投げてるぞ。うわあ、中に入ってきたんだけど。おいそいつなんかやばいぞ。変な格好してるし、絶対あれだ。このマンションの自爆霊だ。誰が自爆霊だ？喋ったー。私だって喋るわ。にしてもお前たちまたやってくれたな。はぁ？また？何言ってるのこいつ。あ、いやなんでもない。今のは聞かなかったことにしてくれ。それよりあんたは何なんだよ。いきなり目の前に現れて、急に威圧してきやがって、お前たちその金のリンゴを盗んだよな。いやこのリンゴがなんか枕元に置いてあったんですよ。そんな嘘を信じるわけがないだろ。本当ですよ。多分サンタの苦労するおっさんが置いていったんですよ。サンタさんが盗品を置いていくわけないだろ。てかサンタの苦労するおっさんで通じるんだ。一般常識だろ。てかそんなことはどうでもいいんだ。お前たちは金のリンゴを盗んだんだろ。だから盗んでないって言ってるだろ。しかもあんたは何なんだよ。今は私のことはどうでもいいだろ。お前たちはこのまま連行させてもらうからな。だから冤罪ですって。でも実際に金のリンゴを持ってたじゃないか。それが動かぬ証拠だ。だからこれは枕元に置いてあって、肝心なのはお前らが盗んだかどうかじゃないんだ。その金のリンゴの存在を知ってしまったことが問題だ。思いっきりニュースで出てたけどな。そのリンゴは返しますから、これで私たちは無罪ですよね。こいつ食ってるんだけど、あんた今リンゴ食べたでしょ。何を言っているんだ、気のせいじゃないか。今確実に食べてたでしょ。おい霊夢、こいつマジでおかしいぞ。絶対に警察とかに連絡した方がいいって。私は国に雇われてここにやってきたんだ。警察なんぞの出る幕はない。まあこんなところで話していてもしょうがないからな。まずは場所を変えようじゃないか。さあついてくるんだ。こそ、なんで私たちがこんな目に。ちなみに逆らったらどうなるかわかるよな。それじゃあついてこい。なんで川に飛び込んだの？こっちの方が近道なんだよ。こいつマジでおかしいぞ。まあとりあえずついていくしかないよね。そうだお前たち、私に見覚えがあったりするか？いや、こんなコンセントみたいな人初めて見ましたけど。そうかそれならよかった。ってことでついてくるんだ。いやなんであんた飛んでるんだよ。なんでお前ら飛べないんだよ。いやいや、飛んでる方がおかしいからね。はぁ、仕方ない。もう一つの近道から行くか。ついてこい。こいつ空飛んだりめちゃくちゃだな。ちょっと待って、近道って川の底なの？さあ行くぞ。あのここはどこでしょうか？刑務所だが。ちょっと待って、いきなり刑務所に連れてこられるの？ちゃんと裁判とかしましょうよ。私たちは無実なんですから。裁判は勝手にやっておいたからお前たちは心配するな。勝手に裁判するなよ。でも死刑ではなくなったから安心しろ。さすがに冤罪で死刑になったらあなたを恨みますよ。てか私たちはいつ釈放されるんですか？さあ私にはわからん。裁判所に聞いてくれ。それではまずここで荷物検査をしてもらうぞ。お前ら何か持ってるか？いや、車の中で渡されたクッキーだけですよ。別にお腹空いてないしいらないんですけどね。それなら別にいいんだがな。さてまずは赤いの、この感圧板を踏むんだ。これ踏んだら爆発とかしないですか？てかこの人は何ですか？この人はこの刑務所の用務員だ。用務員さん、この刑務所から出たいです。こいつは基本無口だから話しかけても無駄だぞ。ちなみに私はこの人より地位が低いぞ。あんたこの刑務所でどんな立ち位置なんだよ。ってことでさっさと踏んでくれ。爆破しないから安心しろ。それじゃあ行きますよ。あ、大丈夫だった。だからただの荷物検査だって言っただろ。さあ黄色いのも踏むんだ。どうしようかな。早く踏め。いたー。あー、私のクッキーが。よしこれで荷物検査は終了だ。それでは早速中に入るぞ。まずはお前たちを棒に案内する。棒に入るんですか？まあ刑務所だからな。てかあんたの名前は何なんだ？監修だ。監修？そうだぞ。この刑務所で監修をやっている監修だ。なんかややこしいな。それとこの刑務所では私に逆らうなよ。お前たちは囚人で私は監修なんだ。お前たちが問題行動を起こしたら罰を与える。まあ模範囚を目指してやりますか。そう言ってお前たちは3度も脱獄してるんだぞ。私たち脱獄したことないですけど。そもそも刑務所に入るのが初めてですしね。あ、すまん今のは忘れてくれ。で、ここがお前たちの棒だ。赤いのは1番、黄色いのは2番に入ってくれ。監視さん、
部屋が狭いです。囚人が贅沢を言うな。私の部屋だって狭いんだ。さっきの奥の部屋って監視さんの部屋だったんですか？そうだぞ。お前たちを見張るためにあるからな。まあ見張られたって何も起きないですけどね。まあそうであることを願ってるぞ。さあ二人とも房に入るんだ。そういえば監視さん、この刑務所の名前ってなんて言うんですか？ここはバイナハテン刑務所という。バナナサンド刑務所？バイナハテンだ。ああ、聞き間違えました。ってことで二人とも入ったな。ここがこれからお前たちが過ごす場所になる。いつ出られるかはわからんが、くれぐれも脱獄なんて考えないように。そんなのするわけないじゃないですか。私たちは模範囚を目指しますよ。この世界ではそうだといいな。監視さんって映画好きですか？なんだ急に。いや、さっきから中二病みたいな発言ばっかりだなって。口の聞き方にも気をつけてくれよ。容赦なく罰を与えるからな。わかりました。ってことで今日は移動で疲れただろうし、あとは適当に寝ててくれ。明日からはこの刑務所の流れを覚えてもらうからな。はい、コンセントさん。うわ、近。口の聞き方には気をつけろって言ったよな。わかりました。それじゃあまた明日だ。はい。はぁ、なんか捕まっちゃったね。そもそもあのリンゴはなんで置いてあったんだよ。わかんないよ。絶対に誰かが仕組んだ罠だ。私たちは誰にも恨まれるようなことはしてないんだけどな。にしても冤罪でずっとここにいるのは尺だ。となると脱獄するしかないよなぁ。この中に脱獄に日寄ってるやついる？いねえよなぁ。脱獄するぞー。ってことで寝るか。テンションの振り幅どうなってんの？まあいいか。それじゃあ明日から計画を練っていくってことで、おやすみ。ああ、おやすみ。